平室雷電神社とは、栃木県宇都宮市平室町にある神社である。和家一地の大神を主催神に、以下の神々を廃止する。高校天皇が、忍那2年3月15日に、落北の鴨和家一地の神社を分霊した神社である。神門は、双葉立い。応仁の乱の後衰退したが、聖徳年間頃領主の平で高政が民に常在を、募り再建。 栄える。今日は2年に、降格天皇の進化が当地を巡行中嵐に遭い、当社の雷所、嵐所の加護を知って参拝した。天保5年2月社殿建築。降下3年拝殿新築。現時2年の3月に、京都神義博大家礼、山と守藤原阿蘇により、雷殿宮の称号を賜る。明治初年神仏分離の際に、雷殿宮を平出神社と改称。 明治12年9月損社に列した。明治37年に社殿を改築。大正4年1月10日に、新鮮兵白陵とも新神社に指定される。昭和63年の4月に社殿を大改修した。参道に、樹齢数百年の過ぎ、天保年間の石道漁と、鉄柱石灯後が、両側に立ち並んでおり、境内に、平成22年現在で、 樹齢300年を超える大老木、夫婦杉、白樫が立っている、特殊真珠宝能の大梵天が大木に結びつけられている、鳥糸参道、ありがとうございます。